かっこいいから好きなんじゃない。好きだからかっこいいんだよ。誰かにバカにされても何度もない。だって私の部屋のいつも眠いっていうくせに、授業は起きているとことか、みんなの前ではクールなのに、みんなの前ではデレデレなとことか。ああ本当に愛してやまないあなたのこと、私だけのしていたいし、一緒に帰ったやりしたいよ。放課後部活に行くあなたに向けねって一人ごと、休みの日だって会いたいし、寝落ち電話もしてみたいけど、そんな勇気はちっともなくて、呆れるな。振り向いて欲しくて、意識して欲しくて、かわいい子が好きなんじゃない。好きだからかわいいんだよ。誰かにバカにされてもなんともない。だって僕のヒロイン起こそう君っていうくせに、結局授業で寝るとことか。みんなの前ではお天場なのに、案外涙もろいとことか。あ本当に愛してやまな君のこと、僕だけのヒロインにならないかな。勉強とか教えてあげたいし、一緒に映画とか見に行きたいよ。放課後友達と笑う君に、バイバイ。手合い独り言、君のストーリーに乗りたいし、俺の彼女自慢もしてみたいけど、告白なんかできそうになくて諦めるな。振り向いて欲しくて、意識して欲しくて、ワーカツラもつけてベトベトになっちゃって、君が欲しくて君のものになりたくて、明日と嘘を終わって布団の中でシミュレーション、君を考えながらまた明日。相談をしてきたんだ。決めとけなんて言わないでよ。他のとこになんじゃいこだよ。ずっとずっと見ていてよ。振り向いて欲しくて、意識して欲しくて、ずっと隣にいてくれませんか。今日のシミュレーション、人の恋は甘い、モスクの香りがしたんだ。